こんにちは、ハイズラボです。今回は、処分前に無償で引き取ったハードディスクとメモリがない状態の HP ProBook 4540S。見た目は傷や割れもなく、画面も綺麗だったので、SSD とメモリーの取り付け、Windows 10をクリーンインストールすることにしました。ということで、余り物パーツで HP ProBook 4540S を復活させたいと思います。それでは作業に移ります。パソコンを裏返し、つまみを内側にスライドさせながらバッテリーを取り外します。同じようにつまみを内側にスライドさせながらカバーを取り外します。今回取り付けるメモリーはこちら。余り物なのでメーカーは違いますが、 PC38500SDDR3-1066 の 2GB を2枚。メモリーを順番に取り付けます。メモリーの挿す方向を間違えないようにしてください。端子部分を差し込んだ後、メモリーを押すようにするとカチッと入ります。そして、取り付ける SSD はこちら。クルーシャルの BX500-240GB です。余り物ですが、一度も使用していないので新古品です。また、HP ProBook 4540S 用のマウンタがないので、これも余っていたマウンタを用意しました。SSD をマウンタに取り付けます。プラスドライバーでネジを4箇所締めます。このネジも余り物を用意しました。SSD をパソコン本体に取り付けます。当たり前ですが、本体とマウンタのネジ穴が合いません。このままだと固定できず、接触不良や故障の原因になります。今回は後々取り外すことを考慮して布テープで固定しました。強力テープ等で固定するのも良いと思います。カバーをします。バッテリーを取り付けて、完了です。次に Windows 10クリーンインストールに進みましょう。別のパソコンで Windows 10インストールメディアを作成してください。作成方法は過去の動画をご覧ください。説明欄に動画のリンクを載せてあります。作成したインストールメディアの USB メモリを挿します。パソコンの電源を入れます。HP のロゴが表示されたら、すぐに ESC キーを押します。オプション画面が表示されますので、FQ、ブートデバイスオプションを選択します。ブートオプションズ画面が表示されます。インストールメディアの USB を起動したいので、USB ハードドライブ1をクリックします。すると、自動的に再起動となり、インストールメディアを起動します。言語等を確認し、次へ進みます。
今すぐインストールをクリックします。今回はインストールするオペレーティングシステム選択画面が出てきました。HP ProBook 4540S にもともとインストールされていたオペレーティングシステムのバージョンを選択し、次へをクリックします。ライセンス条項が表示されるので同意しますにチェックを入れ、次へ進みます。インストールの選択画面が表示されるのでカスタムの方を選択します。インストール場所の選択画面が表示されるので、対象のパーティションを選択し、次へ進みます。Windows 10のインストールが開始されます。インストール完了後、初期セットアップ画面が表示されます。住まいの地域を選択し、はいをクリックします。キーボードレイアウトははいをクリック。キーボードレイアウト追加はスキップをクリックします。ネットワーク接続の画面になります。この時、ネットワークに接続すると、マイクロソフトアカウントのログイン、または新規作成が必須となってしまうので、画面左下にあるインターネットに接続していませんをクリックします。制限された設定で続行するをクリックします。ローカルアカウント設定に進みますので、PC 名を入力し、次へをクリックします。パスワードは、必要に応じて入力してください。不要な場合は、空白のまま、次へをクリックします。以降は表示内容を確認し、次へ進んでいきます。設定完了後、準備中となるので、しばらく待ちます。Windows 10が無事起動。SSD もメモリーも OS も問題なく認識しています。Windows のライセンスが未認証なので、認証作業をします。設定を開き、更新とセキュリティ、その中からライセンス認証の順番で移動します。プロダクトキーの変更をクリックします。プロダクトキーを入力し、次へをクリックします。ライセンス認証をクリックします。しばらくすると、認証が通り、ライセンス認証されています。の表示に変われば、完了です。クリスタルディスクマークで、速度を測定してみましょう。クルーシャル BX500 の説明にあるように、読み込みに 540MB、書き込みに 500MB 程度出ているので、速度に問題ありません。
今回は、すべてを余り物で揃えたので、簡単かつ、低コストで使えるパソコンに早変わりしました。例えば、部品を新品で揃えたとしても、費用は12000円程度で済むと思います。次回は、セレロンから Core i3 へ CPU 交換をしようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。